ポリウレタン樹脂の開発や製品開発に特化して事業展開しているポリシスは、摂取60度以上の熱に応答し、粘土状になるプラスチック、ハプラフリーレを販売しています。このプラスチックは、お湯やドライヤーで簡単に変形させることができ、また冷やすことで40度くらいから徐々に硬くなり、室温になるとほぼ元通りの硬さに戻ります。粘土になるとあの言ったんですけど あのその粘土にいる時間というのが他の製品に比べて長いんですよねそれがの大体5倍から10倍以上長いのであの、まあ、粘土にいる時間が長い分その作業者が扱える時間がそれだけ長くなるので非常に扱いやすいという特徴がありますであとはですねあの壊れにくい材質になってましてあの普通のゴムの約3倍以上の引っ張り強度を持っています まずはですね。普通粘土になってこう。何かにくっつけたりするとですね。あの、相手側を汚してしまったりするんですけど、あの相手側をくっつけずに剥がせることもできるという特徴があります。このプラスチックは他の素材にくっつきにくく剥がしやすい特徴があります。他のプラスチックに比べて柔らかく、この素材でカバーを作り、使用すれば製品に傷などをつけることがありません。 ユーザーがいろいろな形に変形することが可能で、熱設計も加工も不要です。温めれば何度でも粘土状態になることから、コストダウンを目的に生産ラインで使用するジグなどに用いられています。例えばなんですけど、あのエンジン部分であったりすると、こう不安定なんですよね。あの台座として、あの、そうすると、どうしても台座が必要になるんですけど。 例えばその不安定なものを置く台座に使われたりだとかですねあとは、まあ、これはあのオートバイのこのハンドルについている部分なんですけど、まあ、こういうところもどうしてもこうドライバーで作業をしたりするんですけど、まあ、そういうものを傷つかないようにこう保護するカバーだったりとかですねそういうところに大量に使われています。 ポリシスは現在4 0セ c m × 4 0センチで厚みが 4mm のシート状の製品を販売しており、月に1000枚の販売を狙っています。また、薄い0 6ミ、mm、リから 1mm の厚さのロール状にした製品も販売しています。ユーザーからは摂取70度、80度、100度で柔らかくなる製品の要望も多く、同社では今年から開発に取り組んでいく予定です。